ごちそうを食べてダンスや音楽を楽しむ年に一度だけ咲く花ドロセラ推しデンダムを祝うお祭り。ここにしかない特別な花。聞いたことない。私もよ。全く知らない伝統文化なんだもん。貴重な体験だよ。ちょっと何してるの？冒険を記録してるんだよ。みんなにも冒険気分を味わってもらえる。ここは SNS でよく映えそうな街だからね。実際いいところでしょ。でもセピア色にしちゃおう。ほーらほーら。ねえ、その友達って誰？僕たち会ったことない。なんで音信不通になってたの？それってちょっと、何でもかんでも暗い家族の秘密ってわけじゃない。いや、僕には秘密あるんだよ。実は秘密？3人の死の一人だった。そう、よかったね。それって何なの？ああ、3人の騎士か。ドナルドの学生時代のバンド。耳障りな音を立てながら練習してたわしのガレージで何時間も。もうわしのバグパイプに文句言うな。お前たちの演奏だってひどくうるさくて眠れなかったんじゃ。うん？昔は良かったよ。ああ、今は悪くない。家族がいて船も持ってる。あのやかましいぐうたらどもよりはよっぽど立派じゃ。お前よりずっと立派になっとる。